いつも途中で諦めてしまってるその弱い心というのはね、周りから受ける負のエネルギーで悪影響が出ている証拠なのかもしれません。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様、煩悩という言葉聞いたことございますでしょうかね。煩悩というのは私たちが人生を生きるときに感じる苦しみの原因となるもの、そういうふうにね、仏教では教えられております。欲望や欲求、妄念、妄執を表す言葉としても使われております。例えばダイエットしたいのに暴飲暴食をしてしまったというときにね、罪悪感を抱きますよね。分かっちゃいるのにやってしまうこの人間の差が、ダメだと分かっているのに感情や欲望に負けてしまったというような行為に走らせるものが、私たちが備えている煩悩と呼ばれるものでございます。この煩悩と呼ばれる欲から生まれる感情は、私たちの内面にある心から生まれる感情であることが多いんですけれども、でも実は外的要因、身の回りの状況とか環境に影響を受けて自然発生的に負のエネルギーを生み出されることもあるんですよね。もしかしたらいつも途中で諦めてしまってるその弱い心というのはね、周りから受ける負のエネルギーで悪影響が出ている証拠なのかもしれません。そこで今回は欲という煩悩を断ち切る方法についてね、皆様にお伝えさせていただきたいと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またかんちゃん住職の初版本、魂磨き開運、ただいま絶賛発売中です。全国書店やアマゾン、そしてこちら新庄寺でもご購入いただけます。詳細は概要欄をご確認くださいませね。それではいってみましょう。煩悩というのは一般的に欲望のことを指しています。人間誰しも欲を持たない人はいませんよね。お腹が空いたから何かを食べたい、喉が渇いたから何かを飲みたい、眠くなったからおやすみと言って睡眠をとるのも全部ね、人間の欲でございます。仏教には食欲と睡眠欲というこの欲ですよね。食べ物をお腹に入れたらトイレに行きたくなります。これも欲です。こうした生理的現象もね、これ人として当たり前のように行われることですよね。社会的に成功さ有名になりたいという名誉欲とか、男女で愛欲を求めて燃え盛るなんていうのは、これ性欲と呼ばれる煩悩でございます。そんな煩悩を私たちはいくつ持っているんでしょうかね。ゴーンというあの除夜の鐘は、そんな煩悩の数と言われている108つの鐘を打ち鳴らしますけれども、実際この108つどころじゃないと思うんですよね。この煩悩の数に関しましては、宗派やお坊さんによって考え方は異なるでしょうからね、その答えはまちまちだと思います。それこそね、私個人的な考え方を申しますと、人の数ほどね、これ煩悩はあると思っております。だとしたら現在世界の人口はね、これちょうど2年前のこれ統計なんですけれども、国連が出した数字が80億人達したそうですから、108つどころか80億以上煩悩があると見ています。80億以上ってだからちょっと半端ない数ですよね。それほど多くの欲望を抱えている私たちもあるということなんですよね。煩悩という欲望にとらわれて生きるのは苦しいし、欲望を抱えたまま生きるのは辛いなんて言いますけれども、でも裏を返せば、そんな欲望があるからこそね、生きる希望も生まれるわけですし、食べなきゃ死んじゃうわけですからね。私たちにとって欲望、煩悩というのは生きるための原動力にもなっている命の燃料であると言っても過言ではないと思います。だから欲望がある方がね、ある種いいんですよ。人間臭くていいと思います。ただその欲望に偏りすぎてしまうと危険だっていう話なんですよね。何でもこれバランスが大切でございます。そうしたバランスを保つために、仏教ではね、厳しく欲望煩悩について戒められているというわけでございます。ちなみにこの108つの煩悩がどうやって108つになったかだけね、これ皆様に豆知識として4種類ほどね、これ説があるので、これ簡単に解説しておきたいと思います。108つの煩悩の数え方4選、1つ目は6根。私たちのこの感覚器官を6つに大別して、弦、に、び、で、心、にと分けます。弦というのは目、にというのは耳、びは鼻、舌は舌、で、心は体、そして意は心です。こうした6つの感覚器官のことを6根と言います。この6根を基準に煩悩の種類を分けると108つになるということなんですよね。どういうことかと申しますとね、6根というのはこの感覚器官であると同時に、私たちが迷いや欲望に触れる受け入れ窓口ともなります。弦に鼻舌心にというね、この6根で感じた感覚や状態を表すのが口、悪、兵の3つなんですよね。口というのは快楽、快感、悪というのは不快感、平というのは快でも不快でもない普通の状態を表します。
さらにここへ綺麗という情と汚いという線が加わって、さらに前世、現世、未来世のね、この三世を意味する過去、現在、未来を組み合わせますと108つになるということなんですよね。これちゃんと計算してみますとね、六根の6つ ×高悪兵の3つ ×上線の2つ ×過去、現在、未来の3つを掛け合わせると、その答えが108つになるということなんですよね。私たちのこの感覚器官の6つを過去、現在、未来の時間と快不快などの感覚を全て掛け合わせますと108種類のね、その煩悩に区分できます。これが六根から導かれるその108つの理由でございます。108つの煩悩の数え方4選、2つ目は四苦八苦。四苦八苦というこの言葉は私たちの日常会話でも使われる言葉で、とっても苦労するという意味の仏教用語でございます。私たちが生まれて、年老いて、時に病気にかかり、いずれは死を迎えるというね、私たちにとって避けては通れない生老病死という4つの最大苦が四苦。この四苦に愛別離苦、温蔵得苦、愚不得苦、五運上苦のね、この4つを足したものが八苦でございます。これを合わせると四苦八苦と呼んでいるわけでございます。そんな四苦八苦に苦しみの苦、9を掛け合わせると 4×9 の四苦で36、8×9 の八苦で72。ここで出た答えの 36+72 の合計すると108つになるということでございます。四苦八苦だけにね、ちょっと苦しい説はありますけれども、まあこういう考え方もございます。108つの煩悩の数え方4選、3つ目は十転と苦渋八結。私たちの心の中にある悪い煩悩のことを十転と言います。十転というのは無残、質、無気、気、民、根人、剣、憤、情故、福という10種類の欲望からなります。また苦渋八結というのは、私たちの心をね、この輪廻の世界に結びつける欲望や執着の数を表すといった考え方でございます。まあちょっとね、難しい仏教用語がずっと並んでね、羅列しておりますので、ちょっと分かりにくいとは思うんですけれども、まあ要は個々の中にある欲望をね、この細かく分けて考えたね、この一つの方程式と思ってください。そんな十転と苦渋八結を足すと、やはりね、108つになるというわけでございます。では最後、108つの煩悩数え方4選、4つ目は暦。季節や気候の変わり目、月の数といったね、その暦を由来にカウントするという説がございます。春夏秋冬のこの4つの四季をね、これさらにそれぞれ6つに分けて名付けたものを二十四節気と呼びます。春分や秋分、夏至や冬至といった言葉もね、これ全部二十四節気の一つでございます。そんな二十四節気をさらに細かく分けたものが、七十二候でございます。24の季節をさらに3分割いたします。例えば立秋の期間の一つには涼風至るなどね、そのまま俳句にもなりそうな、その風流な歴名がついております。そこに1月から12月までの12ヶ月間を加えますと、月の数12プラス二十四節気の24プラス七十二候の72の合計が108つでございます。ということで、以上4つ、108つの煩悩の数え方4選、1つ目は六根、2つ目四苦八苦、3つ目十転と苦渋八結、4つ目暦ということでございました。煩悩の108つにはこれ諸説ございます。代表的な4つをご紹介しましたけれども、おそらくね、他にも数え方あるとは思いますけれども、まあここで言いたいことはね、私たちが生きているその人生の中には誘惑や欲望はね、これ数えきれないことあるんですよってことでございます。嘘800とかね、八百万なんて言いますけれども、実際に800という数ではないですよね。もっとたくさんあると思います。たくさんを表現するときには、末広がりのこの8という数字はよく使われもいたします。100という一つの大台の上に8を上乗せしただけの108つなのかもしれませんし、その辺はね、厳密である必要もないと思いますので、まあこうした数え方で仏教界では数えているということをね、皆様覚えておいていただければ、それだけで OK でございます。大晦日になると何気なく聞いている除夜の鐘もあれ108つですよね。こうした言われからね、煩悩の数108回鐘を打ち鳴らしているということでございます。ちなみに除夜の鐘の除夜って皆様どういう意味かご存知でしょうかね。除夜というのは古い年を除去するということなんです。除夜は12月31日大晦日の夜である除湿のことを表しております。除というのは古いものから新しいものへと変わることを意味する言葉なんですよね。今年1年間を過ごし、また新しい年へと変わっていくことを示しております。
中国では大晦日のことを除夕と言います。日本では除夜と呼んでおりますよね。日曜会話では大晦日と言って一括りに呼んでおりますけれども、除夜の鐘の意味を知る上では除日という言葉も覚えておかれるとよろしいかと思います。そんな除日、除夜にお寺で盆書をゴーンと打ち鳴らすのはこれなぜだと思いますか？仏具の中でも盆書はね、重要な意味合いを持ちます。盆書の音そのものに悩みや苦しみを打ち切るね、断ち切る力があるとされておりますので、大晦日だけではなくて朝とか夕方、あるいは法要開始する時などにもゴーンとこれ盆書を打ち鳴らしてね、その場を正常に出します。盆書を持っていらっしゃるお寺様であれば、毎日決まった時間にゴーンと打ち鳴らされることもありますよね。毎日の盆書の音も除夜の鐘の音もね、これみんな同じく私たちの煩悩を払って鐘の音が響く範囲だけでもね、これ症状にしたいという気持ちは込められております。本来私たちが備えているこの欲とか煩悩というのはね、いろんな修行を積み重ねることでようやく払い去ることができるものであるというふうに教えられております。でも仏教は慈悲深い教えですからね、たとえ修行を積んでいない人でもその煩悩の音を聞けば煩悩を抑える力が授かれるとされております。仏教では自分の欲と向き合い、正しく制御することで人を困らせる煩悩に打ち勝ち、幸せな人生を切り開いていけるとされております。お寺からゴーンと鳴り響くあのね、心地の良い鐘の音、特に静寂の中で鳴り響くあの除夜の鐘はこれ何とも言えない響きをしております。今年が明けたばかりですけれどもね、ぜひね、今年の大晦日、まだ1年先ですけれども、心静かに自分の煩悩を戒める誓いを立てる時間になさってね、清らかな気持ちでまた新年を迎えていただけたらいいと思います。私たちは幸せを求めて生きているはずなんですけれども、人生には様々な苦しみが降りかかりますよね。欲しいものがあるのにお金がないので我慢しないといけないこともあるでしょう。仕事がうまくいかずプレッシャーや不安に押しつぶされそうになることだってあると思います。事故や病気で体調を崩す時もございます。そんな時、苦しみの根源をお金がないせいだとかね、仕事がうまくいかないからだとか、こんな人と結婚したからだとか、こんな子供を持ったからだとかね、こんな病気を患っているからとか、まあ、本当にね、いろんな原因探しをしてしまうのがね、これ人間の性でもあるんですけれども、じゃあ仮にね、仕事がうまくいってお金があって家族が仲良くてね、健康体ならみんな幸せなのかといえばね、おそらくね、また別の苦しみとか悩み心配事を抱えてしまうもんだと思います。どんな環境にあっても、たとえ物事がうまく運んだとしても、苦しみや悩みは私たちが生きている限りなくならないもんだということをね、それを知る知恵が大切なんですよね。じゃあそもそもそんな苦しみってのはどっからやってくるのかといえば、自分が置かれている外的な環境ではなくて、あくまで自分の内側にその苦しみの根源があるのではないか、そう思ってね、自分の心の内側に目が向いてくれば、これ締めたもんでございます。実は私たちを苦しめているのは心の内側にある煩悩と欲望にあるんだということを仏教では教えられております。あえて108つの煩悩にこだわりますけれども、私たちの心の中にあるその108つの煩悩の中でトップ3の煩悩のことを三毒の煩悩と呼んで、貪欲、嗔に、愚痴、この3つが挙げられております。この3つには毒と言われる猛毒が含まれておりますから、心して気をつけておかないとね、取り返しのつかないくらい一生のトラウマを残す行動をしてしまうことになる可能性があると強く戒められております。それではこの三毒の煩悩が私たちの心をどうやって苦しめているのかということについてね、一つずつ解説してまいりたいと思います。心を苦しめる三つの毒、一つ目は欲の心。貪欲というのはそのまま欲の心のことでございます。お金が欲しい、物が欲しい、あの人が好き、愛されたい、褒められたい、認められたい、眠たい、楽がしたいとかね、もっともっともっとーつって限りなく欲しがり続ける心のことでございます。欲にはこれ際限がありませんからね、これで満足したということがどこまで行ってもございません。どれだけお金があっても、仕事がうまくいったとしても、もっともっともっとと言って欲しがり続けて、目の前にぶら下がったね、その人参を追いかける馬のようにね、欲の心に馳せ使われて苦しみ続けるもんでございます。好きな人、大切な人に愛されたいと思うから愛が感じられなくて苦しんだりとかね、無限に欲しがり続ける欲の心が思い通りにならないと、次にね、怒りの心が起きてまいります。
心を苦しめる3つの毒、2つ目は怒りの心。真理というのは怒りの心のことでございます。欲の心が妨げられますとね、怒りの心が燃え上がります。誰かが発したその言葉で自分の都合が悪くなったり、自分の意見が否定されたりしますとね、自然と腹が立つことがあるもんでございます。挨拶を無視された、メールを既読無視されたままで放置されておりますと腹が立ちます。遅刻しそうで急いでこの車を走らせている時にね、もうことごとく信号が赤になるとこれ腹が立ちます。怒りの心は瞬間的にボーッとね、これ燃え上がるもんですからね、自分でも気づかないうちに人間関係も良いご縁も全てを怒りの炎で焼き払ってしまって、気づいた時には後悔に暮れる日々。どれだけお金があっても仕事がうまくいっていたとしても、家族の仲が良かったとしてもね、怒りの心が邪魔をして幸せを感じることができない状況に追い詰められてもしまいます。いろんな感情がある中で、怒りの感情ほどね、これ強烈な感情はないと思います。実は私自身はね、この怒りの感情を利用して自分を奮起させる原動力に使わせてもらったりもしております。まあでもこれはね、皆様にお勧めできるような方法ではないですしね、取り扱いも難しいので説明できないんですけれども、まあ、怒りの感情をね、燃料にするとかなりのパワー湧いていくのはこれ間違いございません。あの怒りの勢いをね、人への不平不満とかね、ネガティブなエネルギーに向けてしまいますと、かなり危険なことになるのはこれ間違いないですよね。まあそういう意味では、怒りの心を自分の中で理解できるようにね、常にこの心を見つめることも大切だということだけはね、皆様にね、お伝えさせていただきたいと思います。心を苦しめる3つの毒、3つ目は、愚痴の心。愚痴というのは人や出来事に対する恨みや妬みといった心のことでございます。知り合いが自分より幸せな家庭を築いていたり、仕事も順風満帆だったり、まあいい車に乗っていたりとかね、悠々自適な人生を過ごしていたりなんかしますとね、これ羨ましくなって、自分もそれ以上のものが欲しくなったり、自分もやりたくなったりする気持ちが、これ愚痴の心でございます。大学受験で志望校に落ちた時にね、一緒に受験した友達だけが合格したとしましょう。そしたらね、これますます暗くなったりもしますよね。同じ職場の友人とか後輩がね、自分より先に出世階段をどんどん先に進んでいったとすれば、これもちろん祝ってあげるんですけれども、まあ、内心はね、この自分の不甲斐のなさに情けなくなってね、もろ手を挙げて祝ってあげられないかもしれません。まあ面白くはないでしょうね。以上のような貪欲、真に愚痴というね、この3つの毒に侵されてしまいますとね、楽しめることも楽しめませんし、心から祝福もできなくなってしまって、毎日が苦しい日々の連続になってしまうことでしょう。じゃあね、そんな3つの毒を断ち切る方法なんて何かあるんですかということを、そういった質問が聞こえてきそうなんですけれども、もちろんございます。それではここからは欲望を断ち切る方法について解説してまいりたいと思います。こんな人がね、あなたの近くにいるなら、今すぐ別れて、そんな気持ちでね、皆様にお伝えさせていただきたいと思います。私たちが負の感情を抱くのはどういう時だと思いますか？先ほど3つの毒の心についても語りましたけれども、実は隣の芝が青く見えた時に、自分と他人を比べる、比較した時に、なんで私ばっかりがこんなひどい目に遭わなきゃいけないのっつって感情が湧いてくるもんだと思います。一生懸命頑張ってるのは自分も間違いなくそうなんですけれども、でも評価されるのもあいつばっかりとかね、必ず誰かや何かと比べて自分が納得してやっているのであればね、もう極端な話、これ誰に何を言われようがもう関係ないし、それが自分にとって幸せだと思えることができているならね、それが自分にとって紛れもなく幸せなことなんだと思います。仮にとっても気持ちがよく目覚めた朝にね、気力体力ともにもこれ充実していて、もう気分もよくね、これ学校とか職場に行ったのに、誰かが醸し出している険悪な空気に飲まれてしまって、気づけば息苦しい職場環境、学校のね、教室のクラス、あるいは友達関係とかね、自分はこれでいいのか、人生って一体何だろう、幸せって一体何だろうなんてね、自問自答の迷宮に入り込んでしまうんだろうというふうに思います。朝目覚めた時にはもう気力体力ともに充実していて、いやー気持ちいい朝だなーっつってね、いやー今日もねいい一日にしようと思って学校や職場に行ったのに、誰か外的な影響を受けて飲まれてしまうっていうこともあるんですよね。で昼時になったら負のエネルギーがね、これもうストレスとなって悶々としてしまっている自分がいるなんてこともねあろうかと思います。そんなね、人からもらってしまった、環境からもらってしまった負のエネルギーやね、そういった心を鎮めるためには自分自身に帰る時間を持つことが大切だと思います。例えば静かな場所に身を置いてね、ゆっくりと深呼吸してみましょう。
そのまま瞑想されてもなお良しですよね。テレビも見ない、スマホなんてね、お家に置いてきて何の情報もその日は入れない、何も気にしない、自分にね集中する一日をねしっかり過ごしてみましょう。お家の中でね自分に帰りたいという方は、お家の中でねお部屋の掃除をしたり整理整頓をしてみる、やりたいと思っていることを想像して、楽しいことをイメージしてね、心に思ったことを自由に紙に書き出してみる。食事ももう餌を食べるようにね、毎日お腹に流し込んでいたものをね、ちゃんと食べたいものを意識的にゆっくり味わって食べてみる。そうやって自分だけの時間を、誰にも干渉されない時間をちゃんと作ってね、そして自分自己を整える時間を大切にしてみるんです。これがね実は私自身が実践している心を整える方法の一つでもございます。負のエネルギーを持った人が近くにいるだけでね、自分自身の中にこの悪い心が顔を覗かせることがございます。そんな人がいなければ心の中に波風は立たなかったはずなのに、あの人のせいで、この環境のせいでと言ってね、大なり小なり私たちは環境に多大な影響を受ける動物でもございます。その自分の心に立った波風の影響を受け止めてしまえば、貪欲や怒りや愚痴の心に侵されてしまうことになるんですよね。まともに負のエネルギーを吸収してしまうことになります。そんな自分らしくもない自分の人生を歩むことになってしまいます。そんなもったいないことありませんよね。世の中にはね、いろんな人がいらっしゃいますから、波風を立てまくって向かってくる方もね、これたくさんいることでしょう。でも目指すは、そんな人の負のエネルギーを受け止めない自分軸を作ることが大事でもございます。まあね、これ簡単なことではないんですけれども、影響を受けないよう、受けないようにね、自分らしさを大切にする意識を大切にできたらいいんですよね。それができる頃には、あなたらしいあなたがそこにいらっしゃると思いますよ。まあ焦らずね、周りの影響をね変に受け止めすぎないね、そんな境地を目指していけたらいいですよね。じゃあ具体的にね、そう向かってくる人に対してね、どういう対処の仕方があるのかというと、変えられない職場環境などを除けば、自分がね居心地の悪い場所には留まる必要はありません。生き方や環境が変われば、付き合う人間もね自然と変わりますよね。次のステージ、新たなコミュニティへのステップと考えられて、負のエネルギーを使う場所とはね、これ距離を置いていくのも大切なことでございます。苦手な人間関係やコミュニティとはいえね、環境を変えることもこれ簡単なことじゃないのも分かりますけれども、環境を変えられることで見えてくる景色も変わります。もしかすると今の環境に依存していることにも気づけるかもしれませんよ。自分の時間を取って自分の心の中を整理するね、そんな自分にとっての優先順位を考えるきっかけにしていただければと思います。そしてその優先順位の高いものからね、少しずつ小分けにして、これだけはやる、これならできるといったね、その目の前の小さな目標を立ててみてください。小さなハードルをね少しずつ超えていけば、いつかあなたはね本当に叶えたいものが必ず叶うはずでございます。あなた自身が本当に求める目標へ向かって前進されることで、生き生きとした日々を送っていただけたらとね、もう心から願っております。では最後に、邪気を受けやすい環境とその場所が自分に与える影響についてご紹介して、今回の話を終わりにしたいと思います。これね、邪気の仕組みを知らないままね、何気なく日常生活を送っておりますと、はぁ、なんだかよくわからないけど、最近やたら疲れるし、元気が湧いてこないなぁ、なんていうようにね、無駄にエネルギーを消耗してしまうということが起きてしまいます。そうならないためにも、こっからはね、日常生活によくある邪気の影響を受けやすい場所についてお話しさせていただきたいと思います。まずね、わかりやすいところではね、大衆的な安い居酒屋さんでございます。そんな居酒屋さんに訪れる客層っていうのは、お酒を飲みながら日頃の不平不満、愚痴や悪口、あるいはね自慢話など会話がこう飛び交っていることもね、もう少なくございません。まあそれはそれでね、そういう場所だから、まあもちろんいいんですけれども、でも実際その狭い空間の中でいろんな人がね、吐きに吐きまくって悪口雑言、自慢話、悩みの相談、ストレス発散の場所になっておりますので、たくさんの邪気がね漂っていると思って間違いないと思います。だからといってね、全ての大衆的な居酒屋さんがそうだとはもちろん言いませんけれども、そういう可能性が高い場所、メンタル的に影響を受けやすい場所だと思って、心を完全にねオフモードにするのはこれ危険な場所でもございます。どこか神経を張った状態で楽しまれることをね、皆様にお勧めいたしますよ。また食事やお酒を口にするその場所で、例えば隣の席でね、自慢話とか愚痴だらけの人がおりますとね、その人が吐き出した邪気が自分の食べ物とか飲み物にね、そのネガティブな邪気が移って、ネガティブなエネルギーを私自身がね、この口にすることになってしまいます。そうした場所がある
るんだということをね、ぜひ頭に入れておかれたらよろしいかと思います。ただし安い居酒屋さんでもね、店内の雰囲気とか客層の質が良ければ邪気は飛び交うこともありませんので、まだ違ってきますけれども、あくまでそのお店におられる人たちの会話あるいはその雰囲気がポイントになりますから、まずはね、この気軽に入れる安い居酒屋さんというところで気を引き締めてお店に入りましょう。でお店に入った時の雰囲気を感じられて大丈夫そうかどうかね、ご自分の直感を信じてみてください。ただ平均して安いという場所はね、お客さんの質は様々ですから、良い環境とは言えないことの方が多いかなというふうに思います。それにね、お酒とかね、いわゆる水分はこの邪気の影響を受けやすいもんでもございます。また満員電車のような狭い場所でね、不特定多数の方が利用する公共の場所も注意が必要でございます。満員電車に乗っておりますとね、ぎゅうぎゅう詰めでね、立っていても座っていても、これまあ物理的に疲れますけれども、これを邪気という視点から考えた時にね、この疲れるというのは実は肉体的な面だけではなくて、目に見えないネガティブなエネルギー的な理由も実はあるもんなんですよね。都会とかね、人の多い密集した場所ではね、比較的邪気の影響を受けやすいものと思っても良いかと思います。あとその場所が持つね、磁場のエネルギーが漂っているなんてことが影響することもございます。邪気というものはその空間や場所に記憶されて残っているという特徴もございます。例えばね、カラオケボックスとか漫画喫茶とかね、あるいはネットカフェのようなあの個室にもね、その邪気という負のエネルギーが天井とかね、壁とか床に蓄積されていきますので、そのお店の人が定期的にね、しっかりと掃除をなさってね、風通しを良くしながら清潔にお店を浄化してくれておれば、これまあ問題ないんですけれども、もしねそうでない場合は、次から次へと利用される人のその思念がその場所に染み付いて蓄積されている場所だということをね、ぜひ肝に銘じておかれたらよろしいかと思いますよ。なので正直ね、一度使ってみたいなと思いながらね、私自身そのネットカフェの駐車場まで行ったことがあるんですけれども、足が止まったことがございます。まあ私自身はね、まあちょっとね無理でしたね。そのお店はね、たまたまそうだったのかもしれませんけれども、まあね、何とも言えませんけれどもね、そこら辺はね。また逆にね、ポジティブなエネルギーが漂っているなんてところもあったりもいたします。例えばディズニーランドとかね、リゾートホテルとか温泉ホテルとかね、気持ちがこうリラックスしてリフレッシュできるような場所っていうのは、お客さんもね、これポジティブなエネルギーを持って集まってくるような場所でございますので、その場所にいるだけで気分が上がってくるなんて場所もございます。よく自爆霊とかね、悪霊が住み着いている的なね、心霊スポットと呼ばれる場所がありますけれども、あれもね、悪霊などという負のエネルギーですので、邪気の一種とも言えます。負のエネルギーは同じ周波数のね、負のエネルギー同士が引き合いますので、ボロボロの廃墟とか掃除などしていない汚い部屋とかね、そういう場所などを好みます。逆に掃除が行き届いているような場所っていうのはね、それだけ人の手間がかかっておりますので、エネルギー値が高いと思われてよろしいかと思います。例えば神社やお寺などはね、いつもきれいに掃除されているようなことがほとんどでございますので、そういった境内に足を踏み入れた瞬間に、あー空気は澄んでいるなんてね、感じたりすることがあろうかと思います。邪気が集まりエネルギー値が低い場所というのは、同じ低い周波数同士のその悪霊などがね、居心地のいい場所といって、みんな集まってきてしまう場所とも言えます。それがその場所が持つ磁場エネルギーだと考えていただければよろしいかと思いますので、お寺とか神社とかね、あるいはそのリゾートホテルとか、あるいは温泉宿泊温泉ホテルとかね、自分の気持ちが上がるところ、あるいはね、もう綺麗に清潔に整っているところ、自分の気持ちがリラックスできるところ、そういうところに自分の身を置いてね、自分の時間を持たれる、そういった時間をね、作っていただければ、このね、自分の中にある邪気を払い落としてね、改めてそのエネルギー値を高めて、でまたね、同じ周波数同士がね、こう引き合いますから、類は友を呼ぶ、いいもの同士がまた付き合い出すね、新しいステージ上がっていけるものと思いますよ。はい、ということで今回は煩悩の断ち切り方を中心に、外的要因の影響を受けて気持ちがネガティブになったり、邪気が漂うようなね、その磁場エネルギーの低い場所のポイントなどをご紹介させていただきました。今年は辰年でね、上り竜のごとく、皆様にはこのますます運気を上げて、より良い日々を過ごしていただきたいと願っております。その気持ちの足を引っ張るのが邪気ですからね、そうした負の影響を受けないように、これまで以上に意識を高めてお過ごしいただければ幸いでございます。はい、ということで今回の話は参考になったいと思えて、そこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またコメント欄や公式 LINE のメッセージをお待ち申し上げております。それから個人的にご相談やご祈祷などをご希望の方は、新庄寺のホームページお悩み相談という項目からね、メッセージを送っていただければ幸いでございます。またご視聴者様の中からね、私と対面でのご相談をお受けくださる方を募集しております。ご視聴者様の中には
あなたと同じように悩みを抱えていらっしゃる人もたくさんおられます。あなたのその悩みを吐露されることで、皆様と一緒にね、その問題解決への糸口を考えていけたらと思っております。お申し込み方法は概要欄に貼っておりますので、そちらからご応募くださいませね。それから魂未来開運、ただいまね絶賛発売中です。全国書店や Amazon、 そしてもちろん新潮寺でもご購入いただけます。現在おかげさまでね、これ売れ行きもね上々でございます。読後感もね皆様からたくさんいただいております。またご所望の方がおられたら、あなたのお名前と私のサインを書いてご郵送もできますからね。この郵送方法の詳細もね概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックなさってみてくださいませね。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。